マッチョとズボラ料理の世界へようこそ。ダレムです。はい、ということですね、今回はやばいほど簡単でやばいほどうまい料理をお届けするやばいシリーズです。そしてね、今回ご紹介するやばいレシピはやばいアヒージョですね。もうこれね、丸々を入れるだけで本当にね、悶絶するほど美味しいアヒージョに仕上がりますので、皆さんぜひお試しください。あ、ちなみに言っとくんですけれども、丸々はプロテインじゃありませんのでね。それでは早速作っていき、マッチョ。はい、ということですね、今回のヤバいアヒージョで使用する材料、もうこれだけ、マチョマチョシンプルですね。ブラックペッパー、お塩、オリーブオイルにマッチョルーム。どんな筋肉の部屋やねん。そこ行きたいわ。マッシュルーム、鷹の爪、ニンニク、生ハムになります。でね、材料の説明していきます。今回アヒージョに使用するのは実は生ハムなんですよね。アヒージョにこの生ハムを入れるレシピ、あまりにもね斬新すぎて、そういったレシピほとんどないと思うんですけれども、もうね、生ハムを入れると普通のアヒージョの1000倍ぐらい美味しくなりますので、今回ぜひ入れてください。これはね、大げさではなく本当なので。そして、マッシュルームですね。もちろんね、マッシュルームで作るのが僕は一番好きなんですけれども、ない方はエリンギとか椎茸、あとは舞茸、平茸などね、お好きなキノコで作っていただいても大丈夫です。あとはアヒージョといえばやっぱりニンニクですよね。ニンニクはできればね、中国産のものではなく国産かスペイン産のものを、使用していただけるとより美味しいアヒージョに仕上がりますのでね。ちなみにこのニンニクは僕のおばあちゃんが作ってくれたニンニクです。今回はですね、よりシンプルな材料で作りたいので、マッシュルームと生ハムで作るんですけれども、もっといろいろな材料を入れたいという方はですね、チーズとかエビとかブロッコリーなどね、お好きなものを入れていただいて構いませんのでね。そしたらまずは具材の下処理から。まずは筋肉だけに、ニンニク。今回ですね、ニンニクを香り出しだけではなくね、ホクホク感を味わうための具材としても使いたいので、こちら粗みじん切りにしていきます。こんな感じでグッと潰してあげて、もう簡単にね、切っていく。はい、これで OK。 そしてお次にマッシュルームですね。マッシュルームはですね、基本的には水でね、洗い流さないでください。理由としては、水で洗い流すとマッシュルームのね、上品な香りが飛んでしまう恐れがありますからね。もし汚れがついている場合はこんな感じで濡れたティッシュや布巾などでね、汚れを軽く落としてあげてください。ない場合はこれをする必要もございませんのでね。ほら、こういった汚れがついておりますので、こういうところを濡れた布巾とかで取ってあげるといいかと思います。ある程度汚れが取れましたら、こちらの石突きですね、石突きちょっとね、硬くなってるので、ここを少し切り落とします。石突きを落とすことができたら、こちらは食べやすい大きさに切る。もちろんね、丸ごと入れてあげても大丈夫ですよ。こちらでマッシュルームの下ごしらえも完了。そしたら切ったマッシュルームはボウルに入れてあげて、こちらにお塩少々を加えまっちょね。少々というのは人差し指と親指を使ってお塩をこのように取る、これが少々ですね。そしたらですね、こちら、そしたらですね、マッシュルームにお塩をしっかりとなじませてあげると。今回のアヒージョのみならず、美味しいアヒージョを作るためにはですね、食材一つ一つにお塩をなじませることが非常に重要なんですよね。このようにね、食材にお塩を振って下味をつけることで、食材本来の味や旨味を引き出して非常に美味しいアヒージョに仕上がるわけですね。今までね、アヒージョを作られた方ならば分かると思うんですけれども、なかなかお店クオリティのアヒージョに仕上がらなかったり、薄味になってしまったりしませんでしたか？そういった方はね、ぜひともこの方法を使用していただきたい。はい、こんな感じでマッシュルームにお塩をなじませることができたら OK。 そしたらお次にこちらの生ハムですね。今回ね、生ハムをどうやって使用するかと言いますとね、2種類の使い方をします。一つ目の使い方としては、こちらの生ハムをですね、だいたい3つから4つぐらいを取って、この生ハムをね、細かくみじん切りにしていくんですよね。
もう細かくね切ってあげてください。だるまパイセン生ハムみじん切りにするんすかってね、疑問に思われる方結構いらっしゃると思うんですけれども、なぜみじん切りにするかについては後ほどご説明いたしますので、引き続き見てくだ、サイドチェスト。はい、こんな感じでね、生ハムがネギトロになりました。なんつって、ははは。すいません。こんな感じで生ハムをみじん切りにできたらこちらで OK。 あとはこちらの鷹の爪ですね。鷹の爪は半分に折って種をね取り除いておきましょう。はい、ということでね、やばいアヒージョの下準備が完了しました。そうしたらお次、そしたらですね、お次にスキレットを準備していただいて、こちらにオリーブオイル大体 100cc ぐらいで OK です。そして刻んだニンニク、あとはですね、なんとこちらにみじん切りにした生ハムもね加えちゃうんですよね。もう今回のヤバいアヒージョにおいてこれが一番のポイント。このようにですね、オリーブオイルに刻んだ生ハムを入れてあげることで、オリーブオイルに生ハムの旨味や塩気が加わり、もうね本当に美味しいアヒージョに仕上がるんですよね。これ騙されたと思ってぜひ一度やってみてほしいです。しかも生ハム自体に塩気があるので、今回ねこのオイル自体にお塩をなじませる必要ございません。オリーブオイルに刻んだ生ハムを入れてじっくりと加熱していくことが、今回のヤバいアヒージョにおいて一番のバンバンバン豆茶知識。そしたらですね、こちらを弱火でじっくりとね加熱をしていきます。ここもポイントなんですけれども、中火とか強火ではなく弱火でじっくりとね煮ていくことで、ニンニクと生ハムそれぞれの旨味や風味をしっかりとねオイルに移すことができます。こんな感じでね沸き立ってきますので、ニンニクがねうっすら色づき、こちらの生ハムがねカリッとなるまで弱火でじっくりね煮ていきます。はい、ということでですね、見てください。こんな感じでニンニクがね、うっすら色づいてきて、生ハムもね、パリッとしてきましたよね。このぐらいになれば OK。でね、ここで一回オイル味見してみてください。うまい。もうね、今まで作ってたアヒージョと比べ物にならないぐらいね、うまいオイルに仕上がりましたね。そしたらですね、こちらにキノコ入れます。冒頭でも説明しましたけれども、キノコ以外にもね、お好きな具材があれば入れていただいて全然構わないのでね、キノコを入れてあげて、こちらもですね、ごく弱火な状態でじっくりと煮ていきます。ここをね、中火とか強火でやってしまうと、次はニンニクや生ハムが焦げついてオイルが苦くなってしまいますのでね、しっかりと弱火にしてあげた状態で、このマッシュルームにニンニクと生ハムの旨味や風味をね、絡めていきます。はい、ということでね、マッシュルームもしっかりと加熱することができましたら火を消しましょう。そしてね、この上からお次は生ハムをね、こんな感じで盛り付けていくんですよ。これもポイントですね。今回は生ハムのカリカリ感と生ハム本来のしっとり柔らかい食感を楽しめるね、アヒージョになっております。この生ハムでね、マッシュルームをくるっと巻いて、それをバケットに乗せていただくと非常に美味しいです。鷹の爪途中で入れるの忘れてましたね。ごめんなさい。鷹の爪をね入れるタイミングはマッシュルームを入れる時に一緒に入れてあげてください。初めからね入れてしまうと、この鷹の爪がね黒く焦げてしまいますので、必ず具材と一緒に鷹の爪入れてあげてくださいね。そして最後にこちらにブラックペッパーですね。はい、ブラックペッパーをね好きなだけ入れてあげてください。はい、ということですね、やばいアヒージョ完成いたしました。それではいただきましょう。食べ方としてはですね、生ハムがこんな感じで少しくっついているので、ほぐしてあげてマッシュルームと生ハムを一緒にいただきます。もちろんね、バケットの上に乗せてあげると、こうすると最高なんですよ。ほら、旨味がたっぷり詰まったねオイルも加えてあげてください。いただきましょう。うん、うまっ、うますぎる。マジでやばい。もうこれみんな絶対試してほしい。
まずオイルがね、今までのアヒージョと比べ物にならんくらいうまいんですよ。これ生ハムの旨味と塩気がね、しっかりとオイルに染み込んでますね。そして見てください、少し加熱した生ハムとカリッカリになった生ハム、これを一緒にいただいても最高です。いただきましょう。めっちゃ幸せ、うますぎる。これほんまにみんな一回作ってほしい。これね、冗談抜きで本当にお店で食べるアヒージョより美味しいかもしれません。もうね、騙されたと思って一度試してみてほしいです。本当に最高なのでね。